はい、それでは個人プレーオフ A 組2回戦の対局をお届けしてまいります。この2回戦では実況私梶本拓典がお届けします。よろしくお願いします。そして解説には、お二方、まず、松浦プロ、森下プロ、お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、プレイヤーとしてプレイヤー解説として、まあ途中ね、あの個人は残念でした、はい、安城さん今回ちょっとよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは準備ができましたら対局の方スタートし、あ、もうちょっと、はい、了解です。まあ、この、ね、2戦目を終えて、まあ、あとは B 卓の結果を待つという形になるわけなんですが、ですね、まずは、あれですね、この卓の中で2着が最低ノルマといったところでしょうか。そうですね、土屋さんだけその今3番手なんですけど、うん、まあ、トップを取った卓内2位だと残る可能性があるんですけど、はい、自分が2着、例えばカナンさんがラストを引いた時の宅内2位だと、うん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 、もしかしたら他のね、もう一個の B 組の方が3人勝ち上がる可能性が若干高いかなと。そういった意味ではカナンプロも、まあ、2位でもいいとはいえ、カナンさんだと、カナンさん3着、大きめの3着だと同じぐらいの位置になっちゃうんで、やっぱり2着欲しいかな、うん、そうですね、っていう感じですかね。はい、さあ、それでは準備ができましたら対局をスタートしてください。2回戦スタートしました。ちーちゃが水島、現状 この A 組ではトップ、前回のトップが大きかったんでね、200ポイントを越してまいりました。 209.4 ポイントです。そしてなんちゃが、土田、シャーちゃがカナン、ペーちゃが田中さんということになります。はい、田中さんは現状持ち点が 44.7 なんで、まあ大きめのトップで、まあ、カナンをかわすのが、まあ、一応目標ということ。そうですね、現状は多分118ポイント差ですか。そうです、ね、トッププラスで60ですから、まあ、6万点以上、うん、8万点ぐらい欲しいですよね。トータル2位になるにはやっぱりそれぐらいは必要じゃないかな。はいはいはい。さあ、水島は第一でインマンを切りました。そして土田手かなり良かったですね。はい、田中さんの手ちゃん、田中さんの手には白、があります。水島さんもここで、あ、でももうね、イーペーコーブ組イーシャン点、はい、水島さんはこの次の決勝のこともあるんで、はい、まあ4着は絶対引きたくないですけど、まあでも加点チャンスのところはどんどん加点していった方がいいですよね。プレーオフは持ち越しで、最終的には上位2名が、西日本リーグの代表ということになりますが、土田チームを引いたところで手が止まります。ニャンピンを残したいのは多分2差しの3色を狙ってるんですよね。ローマン、ローマンということは、ローマンイーペーコーの部がね、ちょっとイーペーコーは決して、3色とチーピンのくっつきですか。そうなるとチーピンの方が、そうですね、チーピンの方が良かったかな。あ、でもしかし、まあ、これで結局一緒にはなってしまうんですが、これチーピンの3番からマンズのメンツを確定させました。チーピンの縦重なりを見たんですかね。あ、それで一応単用の可能性もと。そうですね、1枚切れてますよね。3万1枚切れてる、自分で使ってもいますしね。チーピンを引けばすんなりローマンまさかこっちの方がと違うさて、タッチャ特に手配良かった水島さん、そうですね、こちら三面ちゃんと、まあペンちゃんとはいえ役のつくイペコの受け入れ、うん、狙い通り、これはさあ、とはね、まあ悪くてもまあ単用になるスーピンから引きたいところでしょうか ね、そしてドラを持ってるのが田中さん1枚、ただ1人です。シャー赤さんってテンパイ、さあリーチだ、リーチ、さあリーチ、ペンチーワン、ここは、あ、これでもちょっとスライドしちゃうんじゃないですか。これはでも E 万切ってあって3万切ってあるんで、数万の方が通りやすいですね、数値万の比較なら。
でもとりあえずイーソーか。そうですね、イーソーは単葉がつかないんで。でもローマンほら3枚見えてるじゃないですか、チーマン行きたくなりません？まあでも数万もそれはイーマン取ってるんで。あ、同じか。そうです。でここをまあ数万来てほしいです。ちゃんといけるかどうかですよね。そう、これ予選道中でもね、はい、1回喋ったことがある話なんで、それ覚えていたら、うん、関数マンよりやっぱり関チーマンとかの方がありやすい捨て牌ですよね。ペンチャンもありますしね、はい、この辺は慣れと想像力ですね。そうですね。さあ土屋テンパイ入るか。三層ここですね。ここで数万かチーマン、あー、うん、どうやらインプットされてなかったですね。リーチイペーコ3900流れとなりました。これで水島さんはすごくやりやすくなったと思います。お、というのは先行しただけではなく、そう、先行してポイントちょっと持ったんで、ちょっと補充してもラスにならないですよね、うん、あ、なるほどなるほど、なりにくいんですよね、うん、瞬間でもやっぱりラスになるの嫌なんで、うん、まあ、しかもこれ親なんで、レンちゃんと、レンちゃん結構腕振りやすいんじゃないですかね。あっさり親長いとちょっと嫌な、うん、そうですよね。これでも一番持ち点の低い田中さんがラス親ということで、やっぱ最後までね、可能性がない人が少なくなりやすいというか、そうですね、そうですね、まあ、土田がその存在になる可能性はちょっとまあまああるかなという感じですけど、なんちゃで、うん、そうですね。さあ水島さん的には一番いいんじゃないですか、はい、あの並びとか、うん、こちらがペイちゃんの田中さん、ドラがローピンです。今の手配も全然悪くないです、ね、お、チートエツ単ヤオですね、はい、土田もまあでも形は悪くないですね。カナンの手はまとまってますがドラはない。田中さんペイチャのペイを重ねました。田中さんは面前派なんで、はい、1枚目は平然とするしそうなイメージです。よく知ってますね、面前派。さっき聞きました。あ、そういうことなんですね、はい、さっきも2枚目のペイでしたっけ。2枚目のペイ、ペイ泣かず、はい、チートイツでかぶせに行くという、はいはい、ドラドラでした ね、1回戦のね対局。さらに数は持ってきました土田。カナンは3は引きましたが、まず手広く初ドラのローピンツモですね。これ人前派はね打点力ありますから、うん、ただやっぱり後手に回るケースが多くなるので、うん、やっぱり押し返せる牌を増やせるようになると今のスタイルが生きてくると思うので、うん、そうですね。なんでこの手は先手の手牌なのか後手の手牌なのか、後手だったらどういうふうに押し返すのかっていう想像力はいりますよね。うん、これ1枚ペイも出ましたけど、なんかもう2枚目も田中さんの状況なら泣かない方がいいですよね、はい、多分、まあ、むしろペイペイ等としていつペイがあんこになってただラーさすがに一致です。嘘を引いたらペー、まあ、あ、これドラドラになりましたね土田。カナンは、役牌の白後で重なったのが1枚切れてるんですが、ここでどう受けるか。あ、やはりちょっと一通に意識したい。そうですね、一通と、まあ、ピンフにもなりますか。うん、選択です。ドラのローピンがストレートでしたが、イーソーが3枚ですね。使えますかね、あのローピン2枚。まあ1枚離すのが大体そうですね、大体ですね、うまいこと変化すれば。でもやっぱりウーパーピンが結構自分の目からも見えてるので、ウーパーピンから入ればかなり嬉しいですけど、はい、ウーパーピン残った時は
枚数がちょっと出てる分だけ。さあカナンは2番はね、そのままつもぎりましたね。イーマン、ヤンマン良さそうに見えるけど、実際はないですね。お、白を本で、これで医者点ですね。はい、サブローピンと、まあ、ウッパーマンという形ですが、うん、さあ水島の手がなかなかね、テンパらないですね。さあこれで数ピンから入ったんで、お、三層ではなく両面落とし。っていうことは泣きますね、これは。うん、その間にかなりテンパイ。あ、そうそう。これはリーチでしょ。はい。さあウッパーピン。カナンは、ウッパーマン。そして田中さんはウッパーピン。あ、その論牌掴んだ。どうでしょうこの現物がない。あ、これがカナンの方のね。これは2000点。はい。白ドラ1。2000は2300。今の振り込みなんかどう見ました？まあ多分まっすぐまっすぐですよね、うん、さっきの多分上がりがあったんで行きやすかったんじゃないですか、うん、親ですし、まあ少しは打ってもっていう、打っても、うん、まあもちろん加点をしたいというのと、うんうんうん、さあトン2局になります。親番が土田、あと田中さんに補充しても、はい、うん、いいかな、なという結果はカナンさんでしたけど、田中さんに一発で最悪を補充してもカナンさんにトップを取られると自分がまくられる可能性ありますけど、田中さんならトータルポイントでは、まあ、まあ 変わらないというか、水島とカナンが 46.7 ポイント、そうです、差あるので、はい、24でも30ポイント、それにさらに16,700 点、まあ、なかなかいるのでね、しかも自分がラスになった条件ですからね、うんうん、まああれですよね、水島としては、まあ、あのかなりトップ取られても2着でポイント伸ばす分には、うん、そうですね、そうですね、まだまくられないので、うん、結構有利です。はい、ここで初を重ねた。ドラが9番、手の中にも1枚シーソーから切りました。さあ親の土だ、白を統一にしましたね。ただ電流ドラがない。そしてカナンがこれでイーシャンテン、うん、まあ、スーピーにくっついてペンちゃんを払っていくんでしょうが、うん、問題はここで役牌の初、まあ、今1枚出てるんですけど、まあ、泣いて役付きにするイーシャンテンに変えるかと。田中さんがまたちょっと1通目がね見えてきましたが、うん、ここは急走からマンズが伸びてきました。水島ハンパープに払った、そうですね。さあ9万、これはドラです。ここでペンちゃんを払うのか。そうですね、ペンちゃんを払うか、ストレートも、ストレートに数ピン、うん、イーシャンテンをキープと。ちょっと初泣きやすくなりましたか。初泣いたらペンちゃんを払っていって、うん、ペン3万入ったらリーチと。はい、さあ水島ちょっとマンズが伸びてきて、どうでしょう一色なんかも見て動くんでしょうか。このパーピンで考えてるのは何なんですかね。チーピンは4枚見え、うん、一瞬だけ安全、9万もちょっと手放したいんですかね、はい、まあもしパーピン残すっていうのはもう初頼りの手にするっていうことですよね、初泣いた時の前提で手牌を進行させるみたいな、上がり系が転牌系がちょっと強くなるみたいな。ペン3枚払っていて、うん、3面ちゃんと4面と、まあ、ドラ1枚出ていくこともありますが、はい、さあ数層引いた田中さんですが、ここはカンチーピン、トーンがもう2枚出てますね、うん、ああ確かに
なんで麻雀難しくなりますね、うん、チート位置と、本位置もちょっと遠い。この時にどうするか。あ、取らず、やっぱり取らずですね。やっぱり3番をダイレクトに引いた時だけいい位置を打って、それ以外も大体全部テンパイを外しますよという。これ今のや、あのテンパイ崩しは割とあれですか、安全第一みたいな構えなんですかね。安全第一、まあまあ、あ、これで発が上がって6、9万、これでマンガンが見えると。はい、高めマンガンで、9万がね、山に2枚とも生きてるんですよね。そうですね、思惑通りいきましたね。順調ですね。マウンズ若干高いんで、ペン3万ではあんまり勝算がなさそう。このドラがね、止まりません、うん、初ドラさん、ね、8000上がりになります。いやー、これ土田大きな上がりですね、きついですね、これ。まあある意味ターゲットのね、カナンに満眼直撃、うん、放つようなもんですもんね。うん、さあこれでカナントップ目3万6300で親番を迎えました。土田苦しくなった。これ一番のライバルでしたからね、うん、まあでも自分も親番で、まあでも行くしかない状況ですか。そうですね、まあここを悔やむなら、もうその前のね、カンちゃんを悔やむところがあったっていうね、本人も言ってたんで。ああ、そうだったんですね。やっぱり一局一局の勝負じゃないんでね。結局その前回の良くなかったところが今回のそのなんていうか、押さざるを得ないというか状況を招いているところもありますか ね、まあ、リーグ戦というかポイントが全部継続されてるゲームなんで、うん、予選道中もあったかもしれないですよね、うん、そうですよね。振り返ればどれだけ今じゃん打ってきても100万宝珠簡単にしちゃったとかね、うん、最後までを引きますからね、そのポイントが、はい、さあトン3局です。こちらかなもういいペーコできたんですか。できましたね、できましたね。ねえ、順調すぎませんか。もうくっつきのいいシャンテンですよね。いいペーコ確定でドラメンツも確定、まあまあこれでもいいぐらいですね。リーチをかけます。ランキュアのシャンポン親ですか。7700から、うーん、これちょっと立ち向かえる人がいないですよね。いないですね。うーん、いないですし、ローマンとかすぐ引いちゃうとああそうですよね、スーになったりとかね、お待ち返するよりも上がり早かったりしますよね、これ一般ファンになるよりも。しかも情報がなさすぎるんで9万ぐらいって、はい、なっちゃいますよ ね、その9万ぐらいでぐはってなるんですけどね。7700からということになりますが、ここはまあ順じゃないですか。パーソー、筋のパーソー。チーマンが水島が1枚ですね。9万も全部山ですか、はい。さあ、ここに来ました。この9万もどうでしょう。あ、チュンチュン。でこれも水島チュンに行け、水島ちょっと反撃できそうな、そうな形にはなってきましたね。でも相手親なんですよね、うん、そこまで喧嘩する価値ないですかね、この状況だと。まあでももう安牌なくなったんじゃないかな、水島さん。ということは強制的に行かざるを得なくなると。さあ、しかしじゃあ何を切るかと。難しいですね。これは難しいですね。3万、ウーマンの2チャンス。でもローマン、ローマン自分でね、3枚持ってんで。リャウマンもサブローはもうまあ厳しいところですよ ね、 すね。よくマンズ手かけました ね、 ね、ピンズだと思いました。ピンズだと思いました。ジャンピンとかは結構、はい、うん、ジャンピンだと自分の手もまあまあ一応進んでドラビ、そうですね、うん、ドラ引いたら2枚切れるんで、さあ、ただ今ウーマンが通ったので、これでウーマン、うん、ウーマン一応安全牌っぽいのが一応4枚確保。これチーワンとかどうです。スーワン通ったし、あ、いや、不採用。そうですね、不採用、不採用。あ、テンパイが入りました、土田。あ、テンパイはドラ1、テンパイは行きましょう。うん、これは行かないとダメだと思います。サブローピン
感触は悪くてももう行かないとダメですからね、うん、ここが切るもんが数万がまだここはもうニャンマンニャンマンで、ああそうですね、ゲーム戦になりました。でもう安全牌ですね。いや僕ちょっと欲に駆られてチームを打っちゃってそうですよ。なんかスワンコ見えるじゃないですかみたいな感じで、チームでもなんか上がれなさそうなんでやっぱりあそこテンパイじゃないや、上がれなさそう。そうですよね、結構なんか上がる道中にどっかでなんか逮捕されそうですよね。逮捕されそうなんで、まあ、早いリーチなんでもう何待ちか分かんないですね、うん、ポイント的に今スーアンコ絶対にいる状況ではないんで、はい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 、うん、あとやっぱりドラ持ってないのが大きいですよね。あースーアンコって点数高いですけど自分ドラ持ってないんで、うん、自分は役ですけど向こうはドラの力でね、はい、点数上げることができるので。そうですね。おおまた復活し、これチート率もあるし、で3ピンウーピン引いたらでも振り点ですか。振り点ではない、はい、スーチーマンですよね、マンズのところ。そうですね、見た目見た目はさそう、数万3枚ですもんね。もうしっかり追い、でもウーマンですか、パーマン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 ゲームです、うん、あ、9万で、この9万さあ、裏は乗ってないですね。リチーペーコドライチ7700、さあカナンの持ち点がこれで4万5千まで届いたか、ちょうど4万5千、まあ、200超えればまあほぼほぼ大丈夫なんで、まああとは決勝に向けてポイント欲しいですね。2人200超えると今度はまあB タクはあんま関係ないですけど、 B タクから2人になりそうですね、このまま終わると。あそうですね、 B タクのトップが今高橋で216.9、千代が188で鈴宮が126ですから、やっぱ3人200超えるのはなかなか、まあ、なかなか難しいでしょうから。さあ水島ドラアンコ、さあこれはもうさっさっとクポンしてとチャンステですね、うん、土田さあちゃんた系でしょうが、まあこの展開だと自分がその最後にあの決勝ですか、はい、4人に残らない可能性はだいぶ低くなったので、水島さん、はい、ここはがむしゃらにトップを取りに行くとトップの時やっぱり大きいんでね、ローリスクハイリターンみたいな感じですか、うん、さんも一歩進みましたが、やはりドラがないとちょっとなかなか難しいですよね、この状況だと。私もゴロチも見えてきました。田中さんは要はターゲットはカナンさんだったんでね早々に引き離されちゃったわけですねさあこれでイシャンテン、リャンカン、リャンベンのイシャンテン、ピンズが残った場合どっちに受けるんですか。バニューヒントはまだないですね。ないですね。何をヒントにすればいいですか。まあ伸びを考えるならチーピンを切った方がいいですよね。あ下にね、両面変化、あのキューピン切ってるんで、はい、そうですね。あとマンズの形もいいん で、まあ、チーし打ってからの縦重なりでもいいですからね、はい、うん、振り手も残った、まあ、リーチとかだと、リーチどっちかで決めないといけないっていう場合は、まあ、筋の牌を引きやすいように考えたら、はい、1ピン切ったら1ピン引いてこれば筋になるんで、1と9の数を数えるとかっていうのも一応あったりはしますよね。リーチなら、まあ、9ピン打ってるんで、リーチなら3ピンになりそうですね。さんもね、これちょっとどうしていいのかっていうところもありますよね。2ピンを引いた、ここで2面か、はい、これはもうチーピンから行った方がいいですよ。なんでですか。手順でいい数ピン浮き彫りになるんで、
チーピン、ウーピンはイスピン浮き彫りにはならないですけど、サブのピンが残るんですね。そうですね、はいはい、2筋の可能性が見えるけど、ウーピンからだとイピン、はい、イスピン、ピンズはもうイスピンかなっていう感じになるんですよね。同級ピンがないので、うん、サブピンだとかなり否定されますもんね。これ今ドラサナで守備考える場時ではないかなっていう、うん、なるほど、一巡のこれによってね、田中さんがイーピンちょっと やめようかなとか思っちゃったらちょっと損ですもんね。そうですね、まあもう一個多分仕掛けるようになると思うんですよね。想像の部分なり、まあ、ピンズが処理できたらいいんですけど、はい、これでもちょっと損じゃないですか、さっきの縦重なりのこと考えたら。そうドラヒョのローマンですもんね。うん、そうです ね極端に例えば E ピンが薄くなった時とか、ダブとアンコにしたらアンソーでリッチ聞きましたかな。あ、そっか、カナンさんの現物なのか、水島さんが残した範囲はいいそうですか。はい、そうですそうです、うん、あ、だからって思ったのは、うん、しかしこの白がションパイ、ただ E ピンは泣きやすくなりましたね、状況的に。状況的にはリーチの現物、カナンの捨て牌には E ピンがありますが、さあしかしそんな問題じゃなくさらっと積もっちゃうんでしょうかね、このレアウスを。手には3枚、場に1、2、3、パスは厳しいんですね、水島さん。あそわんこにされてて、はいはいはい、あそれでもあと4枚残ってる。このレアンソーステハイ見ると超上がれそうですね。いやこれ掴みましたね。数層も場に2枚で、3層は場に2枚、はい、うん、レアンソー2飛びですもんね。ああこれでますます創造者がワンチャンスになった。ハクはあれですね、安全牌ですね。安全牌ですね。あ、ポンカスか、ごめんなさい、はい、そうだ、ポンカスでした。さすがにカンはしないですけど、けど急走から行きましたね。もう本当ですね、これ緊張しすぎて自分のハクが見えてないってやつですか、ポンしたハクが。まあ、たまに2軒目が来る時のことを考える場合もあるんですけど。あ、そうですね、うん、危ない方からっていうとはいえ、2軒目に参戦してる人は今の感じは、うん、あ、さあこれでウッパーストテンパイですが、はい、途中で気づいたんですかね、あ、これポンカスやみたいなさあ、ウーソーなら自分でも上がり、さあ、お、あ、あれ、あ、これはノーチャンスはノーチャンスですけどね。ノーチャンスですけど、あのシャボがあるんでパーマンとローマ宣言杯なんでね、パーマンとトンのシャボとかやっぱあるんで、丁寧に行かないとダメですねもう上がる気満々で見えてないですね。さあ山が少なくなってきました。水島あと2回積もがありますが、どうだ、引き分けか。ヤンソーももうないんです ね、残り嘘ですよね。嘘どこ行ったんでしょうっていうぐらい、嘘あと2枚か。でもさあどっちに来るかですね、この嘘が。あ、どっちかにはいそうですね。あー、スーピンでした。これが背景ですね。ここいない、いないっていうことは2枚、2枚ワンパイですね、うん、向こうもチャーさあこれで2人テンパイとなりました。水島は上がりの島ではないかったですかね、やっぱり結局最終的に。そうですね、ウパソーは入ってないんで、はい、トーン3局2本場です。リーチボーが1本、田中さんはドラがないとやっぱり打点作りにくいん で状況的にかなり厳しいので、うもう面前で手を組んでリーチリーチしか、うん、戦い方がなかなかないですよね、うん、もしくは役満狙いか、うん、はい、さあ田中さんトンが問いつつで
ドラが3ピンですからドラはない。水島は3層から行きました。今回土田の手がまずまず整ってますね。かなり良さそうでした。土田もちょっと状況的にはあれですよね、さばいてる場合じゃないですもんね、これ。そうですね、この手なんとか満貫以上、羽満以上という形にしないと悠長に親番をさせてくれないと思うんで。ああそうですよね、あと親番が1回なんですけど、ある意味田中さんの親より速攻で流されやすいドラが3ピンでさ、タッチ選択一旦ウーピンとかどうですか。ウーピン、一旦僕はウーピンを切ってそうですね、3品引いてた時に頭が、そうですね、おお、リャンペコまで見ました。リャンペコですか。おお、リャンペコは確かに一番高いです。はい、ウーピン切るとドラの3品を縦重なりした時にローソローソっていけるんで、あとシゴロも見ましたか。シゴロ、シゴロも見えますね。3ピン縦重なりだと。ああ、そうです、ね。あ、そうか、ウソ引いた時に。なるほど。でもリャンペイコの方が高いな。リャンペイコって、も例えば3ピン先に引いて、あ、これまあ、まあ、これで、ね、例えば関数ピンと、ね、ドラ切ってスチーピンで片っぽイペコできてたらどっち選ぶんだって話。そうですよね。だからそういう時にシゴロの方がさ、ウーピン切りの方が若干いいかなみたいな、うん、迷わない、素直にいけますよね。はい、面単品いいってことで積もって羽間狙いに行くんでやっぱり3ピン切りそうですけどね。うそうですね、なんか9万個結構難しいところをスッとねメンツにします。3万はこれはもう先ほども切りました。水島の3万がちょっと苦しくなった、うん、でも白をポンしてまた端っこのやつをポンできれば、はい、ただ今がないのか。この局は水島としてはもう流したいですよ ね、 そうですね。さあこれは3万が2枚飛び、2万も2枚飛び、リャンピンを切ってドラ固定。うん、まあそっちの方がピン図が変化しやすいんで、リャンピン一旦切った方がいいかな。うん、まずはまあどっちでもいいようにと。おっと、うん、あ、うまいですね。ヤンソで考えます。ペン三ピンね、ドアなんでね、引っ張っておくと思うんですが、まあ、想像の伸びを今考えてるんですよね。カナンはウーマンもスーマンも、あ、ウーマンが3枚見えの状況なんですね。サブローマンを固定して想像の伸びと、うん、ちょっとサブローマン薄いですけどね、4枚見えててね、うん、そこら辺嫌ったんでしょうか。三面ちゃんができて、ちょっとこうなるとリーチも見たいか。そうそう、お、縦重なり、さあどうする。まあ金図はちょっとこのままにして、うん、まあそうそう、横並びに、うん、3層1枚出てますからね。そうですね、ピン図はやっぱり取りこぼしたくない受けとして、リャウピースチーピン、ローソンも1枚出てますし、つもり3個にするにはさすがにちょっと、うん、都合が良すぎると思うんでね。カナンのトーンはションパイですね。田中さんに統一なんですが、 あ、 であ、泣きました。ポンテンですね、ポンテンですね。3層の天杯を取りました。これ3層もう1枚しかないですね。土田がね、まあもうポンテンは取るかって感じですか。さあここはどうでしょう、リーチか、リーチで、リーチ、リーチ、はい、高めイーペーコーで満貫。さあこうなるとカナンはもうあれ、おあれ、うっかり天杯っちゃいましたねこれ。あ、でもこれはレアウソは当たりです、当たりなんですよね。行きます。でもちょっとだけ通りそうに見えなくはないんですが、サブルーソーがちょっと早いんで、ウーマン行くと、ああ行った、これが上がりとなりました。リーチ一発タンヤオドラ8000は8600となりました。カナさんでもこれウーソー切るのが偉いですよね。シャンポンの分だけ、そうです、
封装が2枚切れてて、まあ関連遊はないんですけど、あのションパイか2枚切れかで、同じリアン面だと、はい、若干ウッパソーがあるんですけど、まあ、チーソーが速い分だけ、はいはい、パーソー通ってましたね。パーソー通ってなかったです。通ってなかったですか。チーソー切ってる、あ、そっか、チーソー切ってる状態、まあ、でもチーソーが割と 60mm とかなんで、ウッパソーがちょっと当たるならリャンウソーかなっていう感じなんで、うん、まあ、しっかり5を選んでるところで、まあ、宝珠はね、しょうがないんですけど、でもハンガンってちょっとどうなんですかね、本人としては。しまったかなって思ったりします、うん、こういう時って。でも自分の加点チャンスですし、うん、そういうところで、まあ、前に出て打ったけど、うん、後悔したりブレたりしないのが大事みたいなとこありますよね。まあ、まだポイント持ってるうちに勝負はしやすいんで、うん、ん、何ですか、ポイント持ってるんで、はい、あ、はいはいはい、8000点打っても土屋さんとのポイント差は、うん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 、まだ2万点あるんで、はい、まだ勝負行きやすいかなと。あ、なるほどね。上がるともしかしたらもう決定打みたいな、決定打になるかもしれないんでね、はい、さあ土田ドラドラで仕掛けていきました。シャーチャのシャー、そう、田中さんとしてはね、とにかく、まあ、連チャン高い手で大きなトップを目指したいところなんですが、まあ流して吉野ね2人がいるんで、ちょっと現実的には厳しいですよね。そうですね、これでマンズかピンズのくっつきで2シャンテンになりますが、でもこのシャア1本はだいたい高いんで、そうです、1000点な1000点で、あのこの状況で土屋さんが仕掛けるはずがないので、あ、なるほどね、ちょっとは警戒されると思いますね。まあ、カナンのトップをまくりたいと思っている土田が一泣きしてドラもない1000点なわけがないと。そうですと思いますけどね、状況的にはそう読める、状況的にはそうですよね、うん、いやもしかしたら1000点のこともあるかもしれないですけど、うん、ほぼほぼ、うん、ほぼほぼないですよね。ということはやっぱり上茶の水島さんなりトップ目のカナンはそれをの前提で対応するわけですよね、うん、まあ、色とかに行ってたらまた話は変わってくるかもしれないんですけど、うんうんうん、めっちゃ遠い遠い遠いとかねとりあえず仕掛けとけみたいなあ、でも安城さんこれ、はい、あの土田ってなんか割と打点がありそうなイメージはありますよね。イメージありますね。まあチームメイトだったんで今回はね、はい、対戦することはなかったんですが。そうですね。さあカナンが中袋で頑固になってちょっと9ピン数万。数万。その前のトモン泣いてないんですよね。泣いてないんですね。はい。田中さん、ワンズが両冠系になりました。ウソですか。田中さんの目から3層はね、もう3枚見えという状況ですが、ドラ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 、あれってなるんじゃないですか。まあでも田中さん持ってんのこれみたいな本当に持ってるっていう、まあ、あんこがないんで、まあ、うん、でも大体3級っぽいんですよね、うん、そうですね。薬杯もう一個泣かれてうわーってなるんですけど。ああ、なるほどなるほど。さあカナンもイーシャンテンは取らず、まあ、3球だとどうなのかな。さあ放送本、これで天敗ですね。カン馬の天敗、これ嘘切った方が、うん、あの急走持って自分打点欲しいんだったら、うん、カン要素はカンができる形にはなります。あ、なるほど。ちなみにこういう時ドラ出たらポンします、カン馬の天敗から。ドラデタはしますよ。お、します、はい。3球は物足りないんで、はい、3球じゃ物足らないでも一気に上がりにくくなりません。でもします。でもそう、そんなこと言ってられない方も、うん、はい、なるほど、いらっしゃいますので、うん、やっぱり田中さんはそんなこと言ってられないんで。そうですね。逆にしない時って両面でテンパってる時ぐらいだったらしないですか。カンちゃんだからするとか、この状況ならどうかな。やっぱりマンガン欲しいですよね。あ、でもマンガン欲しいんで最初からしゃあ泣かないかな、僕は。なるほど。分かんないですけど、そんないい形が残ってるなら。さて、2風呂、土屋が2風呂しておりますが、振り点なんですね、今。あ、今振り点です。さあ、シャアだ。これはポンカス。さあ、先に
あでもやっぱり警戒してますよね。今ちょっとチーマンに手をかけよう、あチーソーに手をかけようとしましたけど、しっかり、そうですね、現物の方なんで、やっぱり周りは高そうって思ってますね。チーソーションパイなんで一応無理なトイトイとかも普通に考えたらなさそうですよね。パーソンを切ってるし、パーソン切ってるんで、ただ打点が欲しい人は、あそっか、無理くりトイトイに向かったっていうこともあるんでしょうかね。まあ、例えばウッパソーでテンパイしたところに、うん、トイトイにするためにローソーをしてシャンポンに変えたりとか、いろいろパターンがあると思うので、まあ、何せ打ったら高そうなんだなっていう、はい、まあ、一応警戒はねした方が、まあそうですよね。さあ、テンパイを入れるにもちょっとそろそろ微妙な順面になってきましたが、マンズ結構打ちづらいですよね。そうですね、三層ですか。まあ実際マンズ待ちなんですけど、うん、さあチームが入ってこれでいい射点、シャアをどうするかですね。今切るか、シャアがね、シャア見えてるのかな。一枚あそこ、まあでも一応親からのリーチのことも一瞬考えたかもしれないですね。挟まれた時に、ああなるほどね、安全牌あるかなっていうのと、自分の手の都合ですよね。さあ、テンパイ入りました。テンパイ入ったらここで、おリーチ打たない、リーチ打たずに、まあ一応ドラ引きやテン、ね、街の変化はありますが、この連ピンで補充すると大体2000点なんですけどね。あって3級ウィーペイ後継のあって3級、そうですね、うん、ここはパーピンといる、ローピンさんも入れましたね。あパーピンといるかいじゃダメか、うん、入れ替えでもいいよな、入れ替えでもいいよな、入れ替えでも大丈夫ですよパーピンの方がむしろ通ってますよね、はい、そうです。龍谷になりそうですが、一品水島が、あ、うん、まあドラはちょっと、あ積もりましたね、はい、シャアドラドラ千二千、はい、上がりとなります。今一品来た方がよかったな。ん誰ですか。いや水島さん、あそうですね、一品切るとんノーテになっちゃう、ノーテになっちゃいますね。あ、ノーテになっちゃう、うん、そうか、あそうです、関数ピンテンパイでしょうかね。そうですね。さあ、難入です。親番が水島、カナンとの点差が8800、1着2着だと、これは1着2着だと167なんで、全然まだ水島さんの上ですね。そうですね、はい、30ポイントしか変わらないんで、はい、まだ若干リードということになります。 46.7 ポイントですか。そうです、まあ、ただあれですよ、200超えたところでのあれだったらそこまで差は気にならない。そうですね、そうですね、逆に言うとトップになって、そうですね、加点をすると大きな、この辺どういうふうにバランス見るんですかね。一応まあ土田が11000ほど下に、1500か下に来てるわけじゃないですか。まあでも土田さんはトップにならないと、ほぼほぼまず水島さんのところまでは届かないので、スタート 80.5 ポイントなんでね、トップ取らずにこの点差をねひっくり返すのはなかなか厳しいと思うので、うじゃあその可能性は低いと見て前向きに出る方が、あドラさんですよ。しかしカナンとてもいいですね、やっぱり残り回数が多い時に、はい、しっかりそのギャンブルじゃないですけど、ね、うん、加点チャンスをものにしたいですよね。うん、そうですね、おこれがしかしお初統一で、さあこれがすんなり泣けると主導権も取れそうですが、初は
あとは水島さんからね、ただ水島いいシャンテンですからね、初切ると同時にリーチって言われちゃうかもしれないですよね、まあ、そうなってもまあしょうがないですよね、まあ泣くでしょうね、泣きますよね、そんなこと言ってる状況ではもう泣くなってるので、負けてますしね、今出るか、さあこれでポンか、さあポン、また同じことですよね土田さんだし、165の土田さんだし、またドラかなみたいな、あ、今チーマン切り、チーマン切りっていうことはペン3マッチするのかな、でもリャムワンが実際ね、ちゃんとになりそうです、ね、なりそうですよね、これ変化を見るならイーマンの方が、ああこれですね、ここで、まあ、カンリャンピンかあるいはカンサンソーか選べたのですが、テンパイですが、カナン、まあまあ、まあ、ごめんなさい、テンパイじゃないですね、テンパイじゃないですね、失礼しました、ペンチーマンを払うかどうかというところでしたね、うん、今ドラガチーピン、まあでもうん、素直にね、素直にまだ親が一応残ってる、さあこれで縦が素直に残しておいて正解、いやこれだけど土だね、これで3番まあ受けが広がった、うん、まあ、ただドラが出てく形はテンパイ取りたくないけど、うん、ないんですね、てか、ま、あの先に今切っとけば今のウーマンチーでどっちかのテンパイ入ってましたよね、そうですね、ね、土田はそこら辺のなんか、ま、間の悪さね、まあ、どっちを選ぶかというと、カンリャンピンが多分1枚出てるので、多分2つ落とさずに、カンサンソーになってるかな、あー、そうですね、チーをして、さあ田中さんもこれウーマンが現物ですか、パーマン、まあ、こういう時の戦い方はまだ、どうするどうする、これはどっちかの短期に受けそうですけどね、どっちに受ける、強く受けるか、強くいいピン短期ですか、いいですね、と思います、でもこうなるとさっきのねパーピンがっていう話になっちゃいますよね、でもあの時点ではちょっと選べないですか、やっぱタツがねどっちもあるから、パーピンはでもフリーテンになっちゃうんですね、そうなんですね、あ、そうか、9ピン切ってますもんね、あ、なるほど、この1ピンが山に実装2枚、はいはいはい、お、ということはリーチをかわすこともあるか、バスをかわしてなんだ、ローマン行く、自分でも切ってますしね、さあカナンはでもこれを見て2人を警戒しますからね、うん、ここはベタ折りと、パッソーって薄いんですかね、あ、積もった、さあこれで2着目に浮上しましたよ、なんと、そして今カナンと水島の着順もトップ3着になったので、トップ3着は変わりますね、60なんで、うん、無条件で、そうですね、土田盛り返してきました、25,500点で親番を迎えます、うん、現状ですか、トータルの並びでいうとカナン、水島、土田ですね、はい、2茶3着の土田と、水島はそうです、ね、まあ、相当離れないと変わらないですもんね、着順で、ね、土田がトップに出すと今度は、はい、土田、水島、カナンっていう、なるほど、今度カナンが落ちるという、なかなか目まぐ落ちるというか、まあでも3着は宅内3着は落ちに等しいですよね、これあの2番に引いた宅内3着と3番手でポイントを減らした宅内3着とまた変わってくるんですけど、うん、まあ、2番手で宅内3位はちょっと増えるな、140ぐらいですよね、もうちょっと、いや170とか、170今 162.7 なんで、なのであそうかそうか、2着はなんか残りそうですね、なんか分からないですね、はい、本当になん で絶対上にときたいですね、まあ、でもこの点差を減らさなければいけますけどね、カナンさんは、うん、多分ですけど、
多分残りますけど。さあ水嶋これピンズへ向かってますね。そして土田もまずまずですが、カナンのところにドラが統一、あとカンスソーさえね、うまく引き入れればと、うん、だここは全員にとって一応勝負局ではあるかもしれないですよね。そうですね、追い上げる。お、しかしいいとこ引きましたねこれ。さあこれでドラを統一で固めることもできますが、固めませんね。さあ田中さんもいいシャンテンですが、ニャンピン、これでピンズ一メンツ、ランは1枚飛んでいますのでね、次出た時は選択を。これで、おうん、切りしました。さあスッとテンパイ、三色を待つか。あ、そこに行きましたね、うん、ヤングピンのリーチ、ピンズの下は、まあこのね、水嶋がどっちやってるのかまだ見えてない捨て牌ですがね、少なくとも土だと、カナンはあんまり持ってないだろうという感じに見える捨て牌状況です。ポイント的には3色待ってほしかったですね。あ、まあそうですね、もう、うん、ポイント的には特大トップが必要で、まあラストやとはいえね、そうなんか、そんなにあのやらしてもらえる立場じゃないですもんね。立場とか状況ではないですもん。あ、そうそう、引いた、すごい引いた。あらららららら、らこれでイペーコードラドラの確定、ピンフも確定ですね。ただかなり現状トップ目なんですよね。ちょっとちょっと行きにくいっすよね、このリーチは。しかもその田中さんのリーチなんでね。そういうことですよね。田中さんのリーチは高く見えるんで安いわけがないと、はい、ただでも自分の手が来てるので3万押しましたね、3万、ね、はい。さあ水嶋を待って、まあ、自分も親番残ってますし、このね、まあ、羽根満級ですからね、この手やっぱりものにしたらかなり大きいよね。まっすぐならウーマンですが、ちょっとカナンが押してきてるのが気がかりか。まあ難しいですねこれ。でもドラ受けとあれで、あ、回った、はい、回りましたよ最後の親。なんで、あ、積もりました、積もりました。リーチ、積も、ドラ1、千二千、千二千、千二千ピンクじゃないです、そういう感じですか。三色あったと思ってたんですかね。そんなわけないですよね。さて、ラス前、ここが、現状土だとカナの差が1万点ぐらいですよね。そうです。でさらに338いる、339、4000点ぐらいので1万4000点差ぐらいあるか。ちょっとでもカノンのトップ目のそのポイントっていうか、あ、今あれですね、水嶋4着なんですね。そうなんですよ。あら、ああ、これは今の戦2戦でむちゃくちゃ面白くなりましたね。ある意味田中さん演出してくれてるのか。これあのベスタ君の人がはむちゃくちゃ喜ぶやつですよ。まあ喜べないんですけどね、そうそう、見れないから、見れない、知らないんで。でも実はこんなことが起きてますよっていう感じなんですけど、これで一気にプレッシャーみんな来たんじゃないかな。そうですよね。これ宝珠も結構敗退へのね、そうですね、あのなんていうか容易になりそうな局面。ただ土田はそのトップが絶対必要なの で、はい、そんなに悠長にはできないんですよね、はい、残り最短で2局で終わってしまいますから。もう状況的にこれこのぐらいの2着でもまず勝ち上がれないでしょう ね、ポイント的には。ということは今の9400差をなんと9400差プラスその
1-2 だと 3800点、さらに上乗せがいるので、大体今1万4000点差ぐらい。満願相撲で一瞬まくりますか。満願相撲で若干まだカナンの方がなんか、うん、でも最後上がればいいとかっていう。そうですね。いやでもしかも満相撲すると今度水島おーっとスワンコイーシャンテン、ね、シャーが1枚スーピン9ワンシャーでスーピンは手の中に2枚9ワンが1枚生きてる。スーピン9ワンシャー、スーピンはないですね。9ワンも1枚、9ワン1枚、シャー1枚、シャー1枚、シャー1枚。2枚目のシャーどうします。いやもう泣くんじゃないですか。ツモ上がり。いやでもカナンさんとの直撃は当然するとして、次の曲の、うん、次の曲どっちにしろ上がらないとダメだと思うんです。で、これも多分上がりますね、うん、これトイトイだけだとねえ安いから、そったら3アンコかチートイツかの方がリーチかけられる方がいいんじゃないですか。白田中さんが泣いてダブナーもトイツでしたね。はい、ここでさらにピンポン漫画のくみのいいシャンテン。これは怖くなるな、みんな。さあ、9万出た。9万出た。さすがに泣いた。まあ、でも確かに上がらないと苦しくなりますからね。そうですね。さあ、カナンはいいシャンテン、絶好のいいシャンテンなんですが、上下に挟まれた。さあ、テンパイ。高め5200。さあ、これを仕掛けた。こちらはカンウーマン。パン屋をドラドラ。入っとったんかいって今ね、水島さんの。おお、サーブロッキーマン。でもドラですよね、切るの。これは怖え。あ、リーチオンで9ピンを取りにいったを、まあ、プラスもうドラは切れない。そう、さあ、ただこれ、うまっ、これはすごい。1002000で、7000点変わるんですか。まだトップには届かずですが、これでオーラスになります。土田さんと土田さんは満直マンツも届かないですか。マンツもは届かないです。いやでも今の親株でね、ちょっとトップになりますね。ちゃんと多分ね、点数を計算マンガンで上がりトップになりますよね。土田マンガンツモと 3.8、 ちょっと点差はね、結構今何点差だこれ。あ、でも始まろうとしてますが、99、7400点差。7400点差で。じゃあこちらの条件確認。はい。に入ります。はい。3.8 足したら。8000点で上がりはダメなんで。トップになってもダメ。トップになっても。11.2 なんで。ああ、じゃあ跳ねマン条件ですね。そうですよね。そうですね。今 11.2 ポイントですね。じゃあ9か、11.3 ポイントか。今7400点差があって、でさらに 3.9 いるんですよ。74プラス3、始まりましたね。で 3.8 同点なんで。あ、そうか。その場合はカナンさんの方が有利なんで、ね、3.9 いるので 7.4 で 11.3 ポイント、うん、状況を確認しなくてもいいのかな。これはだからあれですよね、土田があの宅内2位になるための条件なんですよね、今言ってるのは。そうです、ね、そうです。宅内2位になるための条件なんで、まあ、土田さんは 11.3 でトップ2着で OK なんで、うん、マンツもダメ、ハネマン出上がり、うん、6400直。でもマン、いやでも直撃で3着に落とすと変わるんで。あ、そっか。カナンからの直撃は3000マン直だとラスまで落ちますよね。あ、3着か。3900直どうですか。39直はいけそうですね。いけそうですよね。100点下にいって、自分が39とトップになりますよね。なり39直ですね。39直もしくはハネマンツモ。ハネマン出上がりならどっからでも OK っぽいですね、はい。しかしその手が入ってるかドラが小さい1枚ありますね。39の方はもうすぐ目の前に見えています。これ、ツモ上がりはね、すぐ分かるんですけどね、直
条件はあんまり ね頭に入ってないこと多いんで。しかし水島はもういいシャンテンです。水島があっさり、これもう水島もね3球でトップですもんね、これ。そうですね。 でもこんだけ点数があると、点差が詰まっていると2着でもいいかなとは。順目によって多分打敗変わると思います、その水島さんは。まあ3球カナンとかに3球打つのが一番嫌なんですよね。そうですね、自分上がりに来てるし、津屋さんからなんかこう自分のところに3球飛んでくることはまあまあないんですよ、条件が。ああそっかそっか、カナダさんから飛んでくるので、その時に3人落ちる可能性はあるので、それはちょっと、まあでもリーボー出たら、リーボー出たらまたちょっと、リーボー出たら衝撃の条件が、カナダさんからリーチボーが出たら、カナダさんがリーチボー出た場合はマンガンツも OK になりますね。マンツも OK になりますね。他はダメなんですね。そうですね。リーボーがもう一本出てはそうですね。リーボー出しそうなの田中さんぐらいですもんね。田中さんが出て、まあ田中さんしか出しそうないですね。状況的に。一本前になるとまた話は変わってくるんですけど。うん、さあ田中さん。さあしかし苦しいですね。まだ手格好連チャンに向けても厳しそう。くっつきです。スーピン。スーピンを切ってるだけにね、このスーピンは悔しい。さあ土田、これいいペーコを作るかつけるか。3球ハネマン。でもいいペーコ、ピンフインペーコドライチでね、あとリーツも裏でいいんじゃないですか。5200カンリャンピンの直取りとかありますね。先にウッピンを切りました。さあ水島先輩がいらないが単位にはなった。数万チーがしやすくなりましたね。さあこれで、あこれはこれもう目をつぶってリーチか、リーチですね。そうですね、リャンピン直撃は OK。 リャンピンが1枚しかない、山に1枚。水島が打つとどうなるんですかね。水島ラスになりますけど、ちょっと足らないですよね、素点が。水島さんが打つとどうなるかというと、Bタクが喜ぶだけになりそうです。カナンより上に行くことはないですもんね。5-2 とかで。あ、水島さん分かってますね。うん、私からは上がらないでしょって。あ、違うか。カナンさんかローピン行ったの。本当だ。いや、水島が先にローピン行ったんじゃないですか。ああそう、そうですね、そうですね。さあドラです。これ余るのがドラ。あもうこれはだから、あドラか。リーチ、リーチ単位落ち、おーいった、おーリーチ行きましたよ。これで水島も出ればトップ。あ一発ではない C 万でしたね。あの切ったのは9万。はい、もううわカナはもうごめんなさいと。そうですね、もうここももう田中さんはどうしますかね。もう行くしかないんですけどね。まあまずはスーピンから、ゴアマンズドワン、リーチ棒が2本でも、リャンピンも1枚生きてますよ。あ、これカナンさんが安牌なくなって両ピン引いたら、ああなるほどなるほどなるほど、二人がウーピン切ってますからね。そうですね、カナンが決まりそうな可能性ありますか。なんかなさそう。まあ二軒リーチですもんね。まあまず田中さんが安全牌を増やしていきますからね。そうですね、あなるほどなるほど。いや順目が立てば立つほど安全牌を増えていく。まあトンがとりあえず2巡切れますもんね。どうやってもね。カナンからの出、あ詰まった。さあ これは裏ドラ、裏ドラが2枚なら1枚。2004戦でトップにはなりましたが、おそらくポイント200ポイント足りないですよね。2ポイント足りないと思います。計算したらリーチ棒が1本出ても、はい、3ポイントか。0.3 ポイント、0.3 ポイント、300点、
300点多分下だと思うんですよね。はい、ちょっと計算してみましょうか。この時点で 2.1.5 の16.9、水島は 16.9 ですよね。16.9は今計算しておりますが、92.5、カナンさんが17.9プラスなんで 160.6 ですか。トータル水島100、カナンは100、まあ並びとしては1位、まあ宅内の1位が水島、ね、2位がカナン、3位が土田、はい、45.5 ですから100です、ね、4位が、まあ、田中さんと。まあでも土田さんのポイントがトップなんで、カナンさんもっとあるわ、間違えた。そうですね、 7.9 なんで170点なんぼ。そうですね、でカナンさんも170点なんぼなんで、一応宅内3位でも通過ができる可能性が一応残った。はい、残りました。でもそれにかけたということですね。土田のトータルポイントが170.4。さあ選手の皆さんが帰ってきましたが、はい、ここそうですね、はい、じゃあ感想を、そうですね、選手聞けるのはここだけなんでね。じゃあ、はい、じゃあ一旦、はい、はい、皆さん、はい、じゃあそうですね、はい、僕もそうですかね、はい、じゃあいやインタビューを、森下プロは一応残っといてほしかった。森下プロは、はい、一応インタビューを、インタビューアーとして。じゃあ、まずは田中さんからお願いします。はい、はい、そうですよね、はい、お疲れ様でした。ちょっとポイント的にはもうちょっとね、はい、残念な感じだったんですが、はい、この決勝の舞台戦ってみていかがでしたか。あ、準決勝ですね。はい、いや自分なりに精一杯頑張りました。まあチーム戦もねありますし、はい、ね、森下プロから見ていかがでしたか。まあそうですね、1回戦目にやっぱ4着引いてたんで、うん、2回戦目がやっぱり戦い方が限定されるんでちょっと辛かったですね。そうやとはいえね、ちょっと3人、事実上3人のセリーみたいなね感じになっちゃったんでね、まあ、多分こういう経験初めてだと思うんで、はい、多分戦い方もよく分かんなかったんじゃないかなっていうのもありますね、うん、まあでも一生懸命やってたんじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで、また来年、はい、あの挽回というかお待ち、抽選がまだね、そうですね、はい、あ、そうですね、そちらの方で頑張っていただければと思います。はい、お疲れ様でした。そしてこの、どうしましょうか、トータル、そうですね、トータルサイン、じゃあ土田さん。土田さん。はい。お疲れ様でした。はい、現状宅内3位です。170.4。開いた。まあでも、あの、抽選待ち、まあまあ割と、いい抽選待ちだとは思いますけどね。170なんで、そうですね、まあまあ、170だと割といい、割といいとは思うんですけど ね、うん、抽選で待てるスコアとしては残したいですね。あの中盤補充したのもったいなかったですね、ベンチ1。ほんまそれですよ、数万切ったよかったっていう話を多分3ヶ月ぐらい前にわざわざしたらしいですよ。やはりいや結構その切った方がいいかなと思ったんですけど、なんか、怖かったんですね、その、まあ、結局そのポイント差がね、うん、今ちょっともしかしたら結果に響いちゃうかもしれないんですよ。いやー、まあ、200点差ですからね。いやー、まあ、実際この放送が行われてる頃ではもう全部結果出てるんですけど、あ、そっか、そっか、はい、そっか、まあ、まあ結果待ちですね。この後 B タクのね結果を、はい、まあ楽しみにドキドキしながら、ドキドキ、3時間ぐらいですか。ポイントを持ってない二十歳プロと鈴宮プロを、厳しいかな、3番目の椅子がね、もしあるどうなるか、はい、というところで、はい、祈るのみですね、あとは、はい、はい、まあ、まあもしそれがダメだったとしても、うん、まあ、チームの方がまだありますからね。ありますからね。はい。頑張っていただければと思います。はい。はい、あ、ちょっと。あ、ごめん。ちょっとね、まだ内緒の時間なんで、今 B タクの選手がここに、はい、そうは言ってなくて。はい。まあひとまず、はい、楽しみにお待ちください。はい、お疲れ様でした、はい。ありがとうございました。
さあ続きまして、タップ内の2位ですね、カナンプロ勝利。いやしかしトンバのね、あの感じからするとまさかこんなになるとは思わなかったですね。ね、もうこれダメやってももう自分の責任です。え、なんか悪いところありましたよ。あれですか、あんな、もうなんかとりあえず別にそんな別にサンキュー、うん、やっぱサブロー版に自信はあったんですけど、うん、まあでも嘘をして必要なかったんかなって思って。あ、サブロー版まあまあ自信あったんですね、4枚飛びだけど、まあ多分魔境的にマンズーなら勝てるんちゃうかなって思ったんですけど、リアン総裁通ればと。あ、いやでも最後ペン3ピン入ったんでしたっけ。そうです、そうですね、ドラのね、うん、なんで想像伸ばすつもりで想像も持てたわけね。水嶋さんが3ピン持ってんのかなと思って途中なんか2ピン2ピンいいって落としてったんで、うん、なんか3ピン重なってもう想図で伸ばしていこうかなって思ってたとこに3ピン入っちゃって、タイミング良くというか悪くというか、もう今が稼ぎ時やって思って行っちゃったんですけど、もうちょっと、あ、まあでも結構こういう展開になるってなかなか、うん、土屋さんが漫画2回と、はい、サンキューも、はい、残りの曲数でね、質問上がってるので、まあまあまあ、あそこで8000点補充しても自分の加点チャンスあるんで、僕はあの運送補充は別にいいと思いました。ほんまですか。そう、運送で補充してよかったなと。そうですよね、もう切るなら運送やなって思って、ね、まあちょっとね、あの、はい、もしかしたら落ちかもしれないという可能性はあるんですけどね。はい、そうですね、可能性はあるな。まあまあは割と高い方かなと思いますが、はい、はい、ちょっと結果を楽しみにお待ちください。はい、お疲れ様でした。さあそして、宅内1位ですね、水嶋さん。はい、あ、そうです。さあまずは、まあ、ほぼ まず間違いなく勝ち上がりなので、はい、おめでとうございます。3回、いや最後チーソーね行って、そうですね、あれそう、もうずっとテンパイしなくて、いやーウーピン切ったらスーピン来るし、そうですね、何残したらいいのかっていうのをしようと思って、まあドラだからでトップになる3900点欲しくて、で土屋さんの条件は見てたんですけど、まあでも私からは当たらないだろう的な、当たらない、うん、でも当たったらまあもうしょんないし、ハネマンぐらいだとやばいですね、確か、うん、ハネマンは条件満たすんですよ、うんうん、でマンガンが今の抽選待ち、うん、いや水嶋さんが要はハネマン補充しても1じゃないですか。水嶋さんが羽根を補充するとラスまで落ちる、ラスまで落ちて、うん、ラスまで落ちるんで、うん、多分土田と変わりますよね。いや土田もカナンよりも下に行っちゃいます。あ、そっかそっか、うん、まあ、なんで、ね、まあ、小さい行かないはあるかなっていう、うん、よく逆に行ってすごいな、そうすごいなと、うん、そう確かにね。まあまあこの後決勝ありますん で、はい、ちょっとゆっくり体力を回復して、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけで、個人プレーオフ A 組2回戦の対局は以上となります。まあ実はこの時点でね、なんていうんですかね、個人の決勝というんですかね、準決勝に進むメンバーは決まっているんですが、まあ A 卓の戦いはこんなでしたという感じですね。このあと、ゆかん富士杯は、個人の準決勝と、まあ、あの東日本、ね、リーグと、うん、そしてチーム戦も残っておりますので、そちらの放送で、お楽しみにしていただければと思います。というわけで本日はこの辺りで失礼します。ごきげんよう、さようなら。